冷えてる。柱がキング&プリンスのメイドイン仕様になってる。目立つよこれ、すごい遠くからも見えたもん。どうもキング&プリンス大好き舞子です。渋谷の蔦屋前にやってきました。ただいまオープン前なので裏口操作、キンプリだらけが見受けられます。蔦屋さんは10時オープンなので早速行ってきたいと思います。はい、目の前がキング&プリンス。前のこの位置をキープさせてくださる蔦屋さん、感謝です。ほんでもってね、ポップが素晴らしい。そう、どこを切り取っても全部が大切な宝物。おっしゃる通り、見上げてみてもキンプリだらけ。言うてもこの日発売日から2日経ってますからね。ティアラとしては本当にありがたいです。そして1階はそれだけじゃなくて、この巨大画面でキンプリちゃんの映像を流してくれております。そしてね、蔦屋さんいつも忘れちゃいけないのが2階。でも2階行く前にね、入り口の裏側もキンプリ仕様になってますから、お忘れなく。でエレベーターを上がるとほぼ正面ですね、赤く際立っておりますキング&プリンスメイドイン。なぜか映像ショークで止まっております。にしてもほんと手に取りやすい位置に置いてくださって本当にご利用し中ですね。あと2階のレジの上のね、映像も全部キング&プリンスにしてくれてるの、たまんねえな。いやもう足止まっちゃうよね、ずっとそこ見ちゃうって。あー岸くん、うわセクシー。そしてね、もう一つ映像こちらにも流してくれてました。あーこの距離からでもわかる、ゴリゴリ一番踊っております。次のシグショップ HMV&BOOKS、 もういつもお決まりのパターンっていう感じですけど、5階ですね。最近はこちらも10時から始まっております。エレベーター上がって右側のところにキング&プリンスゾーンありました。スノーマンと仲良く並んでおります。あ、これこのフレームまた新しくなってんじゃない。拡大パネルありました。そしてミスターファイブの宣伝もしてくれてます。じゃじゃん、こちら今までのキング&プリンスの全てが詰まった楽曲たち、たくさんの方に届いてほしい。そしてタワレコさんにやってまいりました。入り口入って正面にですね、割と横向きですがキング&プリンスのスペースございます。じゃじゃん、ちょっとねメイドイン良すぎて友達にも見せたい欲が高まりまして、買おうかななんつって迷っております。ほねもてタワレコさん、エスカレーターにメイドインのポスター並べてくださって本当にありがとうございます。発売日から2日経ってるので、さすがにね外観にキンプリちゃんの姿はなかったんですけれども、やっぱキンプリのこと考えてくれてるじゃん。一人ニタニタエスカレーター乗っておりました。マスクしててよかった。おなじみの4階フロアですね。シングルもね引き続きてんこ盛り、メイドインは映像も流してくる。キンシ君ごめんなさい、ちょっと盛り上がっちゃってそしてこの日の特大ポスターはニュースの皆さん、キンプリのこと褒めてくれるから大好きになっちゃう。押してやら小山君、消しゴムをくれた女子を好きになったパネル店の横に QR コードあるよ。そして下りはスノーマン仕様になっておりました。お待たせいたしました。ちょっと気づいてしまった。ここ夕暮れに手をつなぐのロケ地だよね。見覚えない？いやドラマ見てるとき思ったんだよね、これ代官山だって。音と空豆が朝まで居酒屋をはしごしたみたいな時、夜でさ見せたいものがあるみたいな言ってこの西郷橋っていうバス停の正面あたり、このショーウィンドウに飾ってあるドレスを確か見に来たんだよね。イエーイ、レン君と来ました。ロケ地ここさ、恋なんて本気でやってどうすんの、ここじゃなかった？そんな気がするけど、結構あれなのかな、ロケ地に使われやすい場所なのかな。そして本日の最終目的地、
岸くんとお花見気分です。さあここはどこでしょう。そうです、ジグレンが去年デートした目黒川。こんな風に腕組んで歩いてたのかな。鮎食べてたよね。鮎売ってるかな。売ってたら買いたいけど。にしても桜もう満開ですよ。ちょっと天気悪いから暗いけどさ。こちらはかいちゃん主演のボーイフレンド降臨で使われた橋。ちゃんとね逆サイドも映して綺麗ですね。桜すごい。目黒川に向かってねみんな咲いてるんですよね。見て、この間ロケ地巡りした時全然人いなかったのに、すごい人。綺麗。これはね人が大勢来るわけですよね。でもね今日の本当の目的はこちら。翔くんのね提灯をファンの方が協賛って書いてあるから多分協力し合って出してるんでしょうね。これって多分目黒区に住んでないと出せないんですかね。どうなんだろう。そして私は花より団子。